ポール・ピエール・レビは、フランスの数学者である。専門は、確率論で、マルチン・ゲール、レビー・フライト、レビー・プロセス、レビー・メジャー、レビー・エス・コンスタント、レビー・分布、レビー・スキュー・アルファー、ステーブル・ディストリビューション、レビー・エリア、レビー・アーキサインの、フラクタルにおけるレビシー曲線など多くの業績を、残している。レビーは、パリで、 エコールポリテクニークの試験官であったルシアン・レビの元に生まれ、彼自身もエコールポリテクニークに進学した。1905年、学部生であった19歳で最初の論文を発表した。ジャック・アダマールの元に学んでいる。卒業後は、軍組織に就職し、その後3年間パリ国立高等工業学校に移り、1913年には教授となる。 第一次世界大戦中は、仏軍で、数理解析の仕事に携わる。1920年、エコールポリテクニークの数理教授となる。レビの下で、ブノワ・マンデルブロやジョルジュ・マトリンらが学んだ。レビは1959年に引退するまで一生を、エコールポリテクニークで過ごした。第二次世界大戦中1940年には、ビシー政権によるユダヤ人並びに、 外来,来者に対する法によって解雇されている。レビは数々の賞を手にしており、科学アカデミーの会員であり、ロンドン数学会の名誉会員であった。ありがとうございます。